ラジオビヨンズのビヨンと飛び越えないとお聞きの皆さん、こんばんは。ビヨンズです。ビヨンズの山崎ゆはねと江口沙耶がお送りします。ビヨンズのビヨンと飛び越えないと、この番組はビヨンズのメンバーが交代で毎週土曜日深夜1時30分から2時までお届けしています。今週は江口沙耶ちゃんとお送りします。お願いします。よろしくお願いします。いや、まあだんだん暑い日も、まあ、増えてきたんですけど、なんか、はい、暑さ対策とかしてるさや。ね、なんかやっぱ日差しとかも強いじゃないですか、だから毎回こう日焼け止めを塗らないとなって思うんだけど、まだね、暑くなってから一回も塗ってないんですよ。おい、真っ黒になっちゃうじゃん。そう、いや結構私たち焼けやすいタイプじゃん、多分どちらかというと、ね、だからせっかくさ、ちょっと白くなった、そうなんだよ、一回ねちょっと白くなったから、ね、ちゃんと日焼け止め塗ったり日傘さしたりしないといけないんだけど、ユハはでも結構日傘さしてるよね。日傘もそう、今年ちょっとちゃんと買って、そう、日焼け止めも毎日頑張って塗るようにはしてるんだけど、でもやっぱり面倒くさくなっちゃって、ね、そうだよね、日傘だけになっちゃうってことも多いから、まあ頑張りましょう、お互い頑張りましょう、白くなるために、ね、はい。それでは深夜2時までお付き合いよろしくお願いします。ビヨンズのビヨンズと飛び越えないと、ビヨーンズと飛び越えないと、東海ラジオビヨーンズのビヨーンと飛び越えないと、山崎ゆはねと江口沙耶がお届けしています。さあ、この時間はこちらのコーナーです。せーの、ビヨーンズをもっと知ってもらわないと。イエーイ、イエーイ。はい、このコーナーはビヨーンズの活動についてお話ししていきます。はい、今回はハロープロジェクト2021サマーサファイア&ルビーをご紹介します。このコンサートですね、ハロープロジェクト全体の夏のコンサートです。はい、チームサファイアとチームルビーの2チームに分けてコンサートを行います。はい、ビヨーンズからは西田しおりちゃん、前田心ちゃん、私山崎ゆはね、そして岡村みなみちゃん、今日の桃姫ちゃん、さとしゆたのちゃんがチームサファイア。はい、はい、そしてじゃあお願いします。一岡れいなちゃん、島倉りかちゃん、私江口さや、高瀬くるみちゃん、平井美代ちゃん、小林ほのかちゃんはチームルビーとなっています。はい、今回2チームだね。ね。なんかさ、今回のチームで楽しみなところとかなんかある？そうだな。でも結構さ、その前回の花鳥風月でやる公演数が多かったじゃないですか。確かに。だから、なんか前回のね、花鳥風月では、山崎ゆはねちゃんと西田しおりちゃんと、江口沙耶が一緒だったんだけど、まあ、今回はね、その二人とは、私は離れてしまい、悲しい。そうそうそう。で、また別の、メンバーと一緒になって、ほんとね、平井美代ちゃんとか、多分めちゃめちゃ、ハロコンで一緒になるの久しぶりなんだよね。そうだよね。そうそうそう、確かに。だからそういうメンバーさんもね、他のグループの方含めても結構多いから、なんかまた一緒に歌えるのが、なんか久しぶりなので、ワクワクします。ワクワクするよね。私もさ、このサファイア、チームサファイアの中では、里吉歌乃ちゃんが、多分、その、チーム分けのハロコンになってから、チームになるのが多分初めてで。あ、そっかそっか。そうそうそう。だから、楽しみだし、新鮮だし、うん。そうだよね。なんか人数増えたなって感じするよね、ちょっと。する。一気にね。リハーサルとかしててね。わかる。二チームとなるとね、やっぱり多いなって感じるよね、前よりかは。なんか踊ってて、あ、これハロコンだ、ハロコンコンサートだ、みたいな。みんないるなっていう感じ、ね。すごい実感するね。うん、楽しみですね。皆さんにもね、実感してもらえると思います。はい、ここでメッセージも届いていますので、ご紹介したいと思います。ありがとうございます。ラジオネーム、三つ高高光さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ゆはねちゃん、さやりん、こんばんは。こんばんは。絶賛夏のハロコンのリハーサル期間だと思いますが、はい、お二人は普段どのようにダンスを覚えていますか？自己流の覚え方などありましたら教えてください。ハロコン楽しみにしています。はい。とのことで。ありがとうございます。いやー、これはさ、ダンス覚えるのはさ、いつもさ、ちょっとさ、気合がいるというか。いるいる。そのちょっと、覚えるか、覚えるよ、覚えようって思って、覚えれるもんじゃなくて、ちょっと、こう、気合、入れまくってみたいな。ちょっとね、気合がいるけど、私は、いつも反転するタイプなんですよ。その動画を見て自分で反転することができなくて、動きとして。ああ、なるほどね。鏡として動画見ないと、覚えられないから、まず反転するんですよ、私は。で、これまあ、あと何してんだろうな。反転するのと、でも、最初に、いきなり動いて覚えるんじゃなくて、ゴロゴロしたまま目で覚えて、あ、一緒かも。
あ、一緒、うん、で、手でちょっと踊れるようになってから、立ち上がってやってみるみたいな。どう、さやは。私は、うん、私は逆に反転しないで、やる。羨ましい、それが。本当、なんかね、うん、反転すると、いつもターンの方向が分かんなくなっちゃうんだよね。反転しない方が分かんなくないなんか、うん、反転したらさ、その、背中、こう、右肩な、からなのか。でも、後ろ向いた時にね、そうそうそう、鏡じゃなくなるんだよ。そうなの。それが、いつもこんがらがっちゃってるから、うんうんうん、反転しなくなったのと、でも目で覚えるのは一緒かな。最初、頭で、こう、大体踊れるように。いや、わかる。してから、立ち上がるね。だよね。いきなり立ち上がるとさ、もう悲惨なことになるじゃん。そうそうそう、何もついていけないから。そうそうそう。とりあえず見て、大体の動きを覚えて、立ってみる感じだよね。わかる。でも一番さ、難関は、なんか前奏とか、感想とか、イントロとかね、そうそう、難しいやつあるよね。難しいやつは、うん、まああれかな、スローにね。そうそうそう、ね、スローでね。そういう便利なアプリがあるもんですから。そうそうそう、本当に最近は、ね、いろいろなアプリがありますから、反転してくれたり、そう、スローにしてくれたり、ね。とかね。そうそうそう。そう、それを活用してね、覚えてますね。覚えてますね。うん、でもなんか、楽しいよね。その他のグループさんの楽曲を覚えたりするのってさ、ね、そうそうそう、普段踊ってるようなスタイルとちょっと違うから。違うね。なんか最初はちょっとやっぱさ、ダンスを覚えるのに苦戦するけど、うんうんうん、踊れるようになったらめちゃくちゃ楽しいよね。うん、いや、わかる。最初、やばい、覚えないと。覚えないと。リハまでにってなるけど、うんうんうん、覚えた後、もうコンサートで踊ってる最中とかはほんと楽しい。いや、めちゃめちゃ楽しい。うん、あともう一個ちょっと話してもいい？お願いします。お家で、その振り起こしを自分が振りを覚えた時に、うんうん、鏡を見て踊るわけよ。でも、うん、なんか変で、自分が。ちょっと、その振り V と、自分の動きが全然違うのね。形とかね。そうそうそう、うん。なんかちょっと自分の動きダサいなって思うんだけど。でもリハーサルに行くと、その曲の本家さんがいるわけですよ。そうだですね。はい。先輩方がね。そうそう。だから、その本家さんを、こう先輩方をこう後ろで見ながら踊ると、ちょっと角度とか分かって踊れるようになるっていう。うんうんうん、それがなんかハロコンのいいところだな。確かにそうだね、うん。なんか教えてくださったりもするしね。ね。なので今回のコンサートもね、はい、また教えてもらいつつ、はい、新しい表現力を身につけたいなと思います、はい、このコンサートはですね、来週7月17日大阪からスタートします、はい、そして東海地方は7月24日25日に名古屋国際会議場センチュリーホールで開催です。はい、はい、もうね、楽しみだね、今からね。楽しみですね、コンサートね、うんうんうん、ちょっとチームは別々になってしまうけど、そうそうそう、だからなんか相手のチームがさ、うん、全然どんな感じかも確かにわからないから、ね、あんま見れてないもんね、そうそうそう、お互いに。そうだから、うん、それも楽しみですね。確かに。ぜひお近くで開催される際には見に来てください。ではここで一曲お届けします。ビヨーンズで Go West。 お届けした曲はビヨーンズで Go West でした。ビヨーンのビヨーンと飛び越えないと。東海ラジオビヨーンズのビヨーンと飛び越えないと、パーソナリティの山崎ゆはねと井口さやがお届けしています。さあ、この時間はこちらのコーナーです。せーの、ビヨーンとチャレンジ。はい、さて今回もビヨーンと成長できるように様々なことにチャレンジしていきます、はい、うん、今回挑戦するのは早口言葉でーす。イエイイエイ。今回も滑舌を鍛えていきます。はーい、どうですか滑舌。私は、うん、私はとか言ってた。私は、はい、なんか山があるの、あの山と谷があるの、あのめっちゃ上手な時期と、ね、うんうん、めちゃめちゃできない時期っていう、今が自分がどこにいるのか分かんないって感じかな。さまよってる感じか。そうそう。さやはどう？でも最近なんかさ、舞台期間とかは結構さ、うんうんうん、その滑舌を意識するように。いや、確かに。なんか早口言葉とか言うようにしてたけど、うんうんうん、それこそ最近はもう全く、そういうのやってない。ね。くて、なんか、だらだら喋っちゃってるから、ちょっと危ういですけど、頑張りたいと思います。はい、はい。まず、挑戦する早口言葉は、ラジオネーム、バンブーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。フレフレエブリデイ、モリビオブルーレイ。です。おー、なるほど。ありがとうございます。なんかちょっと告知のような、ね、形ですけれども。はい、そうですね。ね。デイとレイの、なんかこの、デイ、レイがちょっとかけてるのかな、ね、感じですけど。はい、じゃあまず、江口さやちゃん、準備はいいですか、はい、大丈夫です。早口言葉、スタート。
フレフレエブリデイモリビオブルーレイ、フレフレエブリデイモリビオブルーレイ、フレフレエブリデイモリビオブルーレイ。おお、いけた。すごい。なんか、そう。順調でした。順調でした。すごく。言えました。いけるじゃないか。やった。ね、意外とでも、言いやすかったかも。あ、本当？なんかさ、苦手な、あの、何？あゆえおのダンとかあるじゃん。うんうん、まだ言える。言える感じのね。なるほどね。はい、じゃあいけるかもな。では続いて、山崎ゆはねちゃんの挑戦です。はい。準備はいいですか？いいです。それでは、山崎ゆはねちゃんの早口言葉、スタート！フレフレエブリデイモリビオブルーレイ、フレフレエブリデイモリビオブルーレイ、フレフレエブリデイモリビオブルーレイ。よーし、余裕じゃないですか。これ楽しい。楽しいよね。なんか癖になる。そうそうそう。何回も言いたくなる。まあそんなところですが、はい、もう一つ挑戦します。はい。ラジオネーム石川さんからいただきました。ありがとうございます。超激辛好きの激部の部長。これちょっと難しいんじゃないの？難しいんじゃないかな。はい、ちょっと江口さやちゃんが、うんうん、森美代で演劇部の部長をやっていた、はい、そして激辛好きが集まる激辛ラブの部長であることにちなんで、はい、これを石川さんが作っていただきました。これ難しいんじゃないかな。これちょっと難易度上がってるね。超激辛好きの激部の部長か。激辛好きの激部に入るところがちょっと難しいんだけど、ね、部長に行っちゃいそうだよね。そう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 。じゃあやってみましょう。はい。じゃあ江口さやちゃん、早口言葉スタート。超激辛好きの激部の部長、超激辛好きの激部の部長、超激辛好きの激部の部長。おお、よかったよかった。よかった。ちょっと心配だった。ちょっと途中から赤ちゃんみたいな、なんかね、激部の部長ってなって。ゲー言いにくいね。激部そうだよね。激部。いや、これ難しそうだな、ね、うん、激部。じゃあ続いて、はい、山崎ゆはねちゃんの挑戦です。はい。準備はいいですか？ OK です。それでは山崎ゆはねちゃんの早口言葉スタート。超激辛好きの激部の部長、超激辛好きの激部の部長、超激辛好きの激部の部長。よし。余裕。これ余裕。口を縦に開けないとさ、あ、なるほど、そうそう、無理だから、ちょっと激部の部長みたいになっちゃったけど、伝わってきた。すごいよかった。圧が来た。なんか今日パーフェクトにしたいなと思ってさ、2人して ね、 あ、そうなんだね。よかったよかった、よかった。2人とも成功しました。はい、はい。皆さんからのチャレンジしてほしい早口言葉お待ちしております。以上、ビヨンとチャレンジでした。ここでいただいたメッセージを紹介します。じゃあお願いします。はい。ラジオネームマー君さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ゆはちゃん、さやちゃん、こんばんは。こんばんは。フレフレエブリデイ、毎日元気をもらっています。ありがとうございます。二人のおすすめのシーンはありますか、おとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。おすすめのシーン、いやめっちゃあるんだけど、うん、なんだろうな。でも私的に、はいはいはい、個人的にツボなのが、うん、あの2番の、うん、言えない消えないの部分で、うん、前田心ちゃん、里吉歌乃ちゃん、うん、はい、清野桃姫ちゃん、うん、あと市岡玲奈ちゃん、そうだね、があのブドウを持ってるんですよ、4人で、うんうんうん、ブドウを持ってて、はいはいはい、ちょっと落っことしちゃうんですね。前田心ちゃんがせいやーってちょっと思いっきり向こうに叩いちゃうから、うん、あのブドウが落ちちゃうんですけど、はい、私と島倉梨花ちゃんが、うん、ゴーカートじゃない、なんだっけ違うな、あのなんか引っ張ってるんですよ、なんか台車みたいなやつね。そうそうそう、台車、うん、そう引っ張ってるんだけど、はいはいはい、後ろでそのブドウが落ちてるのにもかかわらず私たちは進み続けるんですよ、うん、あれがなんかじわじわ来て、わかる、なんか個人的にお気に入りでした。面白い。マー君さんもね、そのシーンが好きって書いてるから、あ、本当、結構好きな方多いんじゃないかな。嬉しいです。でもね、それ後ろで転がってくとこ見がちなんですけど、うんうんうん、ちょっと私たちも前に進み続けてるから、ね、聞いちゃってるもんね。そうそう、そっちにも注目してみてください。はい。さやは？私はですね、うん、でも、うんうんうん、風船一番最後に、おうおうおう、大量の風船が空に飛んでいくシーンあるじゃないですか。あそこでこうみんな何もう嬉しそうにさ、風船見上げてるじゃん。あそこのシーンがもうなんか幸せそうで、いや本当にすごい好きですね。撮影の時も、うん、その実際に風船をさ飛ばしてたから、うんうん、本当に、うん、なんかあんなにね風船飛ぶところないじゃん。ないよね。そうそうそう、だからなんかすごいワクワク、いや楽しかったな、撮影の時もしたし。
しかもさ、風船さ、いろんなカラフルな色でさ、飛ばしたじゃん。でさ、木にさ、一個だけ黄色の風船が引っかかってさ、ね、みんな、さやが引っかかってる、さやがとか言って。いけいけ、そうそう。で、途中で、こう、上に旅立っていったんだけど、うんうんうん、それが可愛かった、なんか。可愛かった。そうそう。やっぱメンバーカラーってさ、ね。なんかメンバーに見えるじゃん。見える。だからもうさやに見えて、さやが引っかかってるって。みんなね、さや頑張れみたいな感じだったもんね。すごい幸せなね、撮影でしたね。はい。って感じですね。ありがとうございます。はい、ます続いて、ラジオネーム、シズアさんからです。ありがとうございます。山崎ゆはねちゃん、江口さやちゃん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しくラジオを聞いています。はい。ありがとうございます。7月になりましたね。そうですね。そこでお二人に聞きたいのが、うん、2021年上半期個人的ニュースです。はい。上半期の個人的ニュースを教えてください。ベスト3。ベスト3いきましょう。ベスト3とか言っちゃった。ベスト3ね。なんだろう。じゃあちょっと私言っちゃっていいですか？お願いします。いきまーす。はい。ドゥルルルルル。第3位。はい。ドゥルルルル。ドン。ナス克服。おー第2位。ドゥルルルルル。ドン。ヘアアレンジが上手になった。おーイエーイ第1位。ドゥルルルル。ドン。演劇女子部眠れる森の美容でずっと念願だったちょっと強めで悪めの役やれたーです。イエーイ、素晴らしいっていう感じですね。はいはいはい、以上。以上ですか。そうそう、ちょっとね、そうこういう感じでした。じゃあ私、うん、えさやは、はい、第3位。はい、じゃん、演劇女子部眠れる森の美容が、はい、なんか印象に残ってる。あ、よかったよかった、印象に残ってる。わかる、それは。第2位。はい。ちゃん。なんかまだ身長が伸びてる。おー、そうなんだ、すごい。そうなんだ、すごい。第1位。はい。じゃん。ひなフェス2021で。ソロした。いやー、それはもう1位だよ。おめでとう。ありがとう。身長伸びてるからのソロってちょっとさ、すごいね。そうそうそう。いやー、よかったよ、本当に。いや、そんな、ユハもすごいよかったよ。あ、ありがとう、そうだね。そうだよ、そうだよ。次出番だったから。そうだね、やってたから。そうそう、だからさやのやつをすごい間近で見てたんだけど。本当に本当によかった。嬉しいです。輝いてたもん。びっくりしちゃった、お姉さん。お姉さんびっくりしちゃった。頑張ったね。嬉しいですわ。いや、本当にこのベスト3じゃ表せないくらい、ね、いろいろあったもんね。いろいろあったので。ギュッと詰まってた気がするな、ね、すごい。なんか、2時間くらい語れそうだよね。語れそう、語れそう。ね。はい、ね。またいつか機会があれば語りたいと思います。はい。じゃあ続いてお願いします。ラジオネーム、くるみん族さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ゆはねちゃん、さやちゃん、こんばんは。こんばんは。今回は、森美容の山のぞペアですね。さやちゃんが出演するのをずっと待っていましたよ。あ、森美容の千秋楽から2ヶ月以上が経ちましたが、はい、未だに SNS で山上大喜利が開催されるなどファンの間で山上フィーバーが続いていますね、うん、そんな山上ですが、のぞみとの関係がずっと気になっていました。のぞみが山上にぐいぐい行く感じから山上のことが好きなんだろうなと思っていましたが、山上もまんざらでもない様子でしたよね、うん、そのあたり裏設定はあったのでしょうか、ということで、はい、ありがとうございます。これね、ちょっといろいろね、はいはいはい、いろいろね、ちょっとあるというか、そういうそんな設定はないんですよ、もともと。そう、もともと別にそういう裏設定があったわけではなく、なんかあった人もいるけど、私たちはなくて、その別にそのラブラブというか、そうそうそう、ね、そういうなんか関係性みたいなものは別に言われてなかったけども、けども私的にですね、うんうん、なんか森美容の期間、なんか江口さんがいなかったというか、記憶にないわけ。あ、そうなんだ。なんかもう何だったのか分かんなくて。じゃあもう本当に山上だったんだね、みたいな動きとかにもなったしさ、なんか今例えば山上のなんかセリフ言ってとか言われても無理なのね、もう。いや、でもなんか、うん、でも想像できないかも、さやの山上が。さやがやってたのに、さやの山上を想像できない。なんか自分でも不思議な感覚なんだけど、なんか本当にこの山のぞ、なんか結構ね、言われること多いじゃないですか。うん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 、なんか本当、ストーリーの中で、なんだろう、初日から千秋楽までの間で、ああなっていった感じしない？分かる分かる。なんかだんだん、なんか最初から別にそこで、なんかくっつこうとか、ね、そういう計画は立ててなく、立ててない。なんか、気づいて、なんか普通にさ、
でもね、なんかなってたよね。でも私は、はいはいはい、あの全然そういうこんなこと言われてないけど、うん、普通に森美代でのぞみとして演じてて、うん、なんか山上好きだなって思ったの。なんでか、そうそう、山上、うんうん、山上絶対のぞみ好きでしょって思って、まあ好きそうだったよね。そうそう、うんうん、あの多分好きだと思うよな。なんか紬、はいはいはい、紬のことを。紬好きなのかなとも思ったりしたんだけど、最初ね、そういう物語じゃないんだけどね。そうそう、恋愛物語ではないんだけど、紬好きなのかなと思ったんだけど、うんうん、なんか演じていく中でなんか山上隣にいること多いし、うん、なんか頼ること多いし、うんうんうん、なんか気の強いのぞみちゃんだけど、なんか山上にはでも気は強いけど、ちょっと心許してる感あるなって思ったんだ。なんか本当役の目線で見て、うんうん、ああなったよね。ね。だから、私たちが作り出した山の像なのかな。はい。っていう感じです。ですね。いろいろね、想像膨らむからね、森美代は。そうそうそう。楽しいよね、うん。もうさ、舞台上でさ、うんうんうん、終わったじゃん、あの、演劇するのは、はい、森美代、ね、うん。だけど、なんか、ずっと続いてる感あるよね。ある。なんかね、なんかどこかで、確かにずっと続いてる感あるよ。なんか不思議な空間がもう一つある感じがしますね。ね、本当に楽しかったですね。はい、あとこの演劇女子部、はい、眠れる森のビオがですね、うんうん、9月15日に、ブルーレイとして発売されます、はい、やったブルーレイってことで、もう繊細に、そうですよ、繊細に、もう山上の表情も皆さん繊細に見れますし、のぞみのコア顔も繊細に見られますので、そうですね、ぜひチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。一曲お届けします。ビヨンズでフレフレエブリデイ。お届けした曲はビヨンズでフレフレエブリデイでした。ビヨンズのビヨンズと飛び越えないと、ビヨンズと飛び越えないと、今夜のビヨンズのビヨンズと飛び越えないといかがでしたか。いやー、なんかいろんなお話ができましたね。本当に結構素で話した感があるかもしれない。あるある。なんか最近のそのコンサートのことだったりとか、うんうんうん、ちょっと前の舞台のことだったりとか、いろいろね、ね、お話できて結構満足なくらいちゃんといろいろお話できてよかった、うんうんうん、ね、なんかしっかりあんまりこう二人でさ、うんうん、お話しする機会もなかったじゃないですか、ね、うん、だからすごい楽しかったなと思います。はい、ありがとうございます。はい、次週もこの二人でお送りします。番組ではビヨンズへの質問やコーナーへのメッセージをお待ちしております。すべての宛先はメール byo@tokaireadio.co.jp byo@tokaireadio.co.jp です。ここでお知らせです。カゴメゴーミンプロジェクトにビヨンズが2年連続参加させていただきます。はい、第2弾となるタイアップソングフレフレエブリデイのミュージックビデオを YouTube で公開しています。7月17日からハロープロジェクト2021サマーサファイア&ルビーを全国各地で開催します。東海地方は7月24日土曜日、そして25日日曜日、名古屋国際会議場センチュリーホールで開催されます。ハロープロジェクトプレゼンツソロフェス2が今年も開催されます。8月16日月曜夜7時から放送します。毎週水曜深夜1時10分から放送中のテレビ東京のドラマ8月の夜はバッティングセンターでの第8話に神崎ひな役でゲスト出演します。8月7日にオフィシャルブックビヨンズ2を発売します。イベント情報など必ず公式ホームページをご覧ください。またツイッター、インスタグラム、TikTok、YouTube のビヨンズのチャンネルアカウントで様々な情報を配信しています。ご覧ください。ビヨンズのビヨンと飛び越えないと、お相手は山崎ゆはねと江口さやでした。バイバーイ。